スタートしました。シルポートいいスタート、そして栄新フラッシュも好スタートを切りました。ビッグウィーク、さあまずは注文をつけてシルポートがやはり行きます。リードを2馬身取りました。ビッグウィーク単独2番手に上がります。そしてアーネストリーが一気に外から接近して3番手の外、2番手に並ぶところまでやってきました。向こう上面に入ります。ここで抑えました。そして栄新フラッシュ4番手、その後ろローズキングダム後位につけました。外ミッキードリーム、その後ろ後位の後ろにブエナビスタがいます。そしてダークシャドウと2頭並んで、内からは3番のアクシオンです。あとは17番トゥザグローリーが続いて、中段には当選ジョーダン、そしてその後ろ成田クリスタルが行きました。あとは3馬身ほど離れまして後方集団となります。後方からはペルーサ、シンゲン、そしてダノンヨーヨー、あとはシャドウゲイトは後方からで、ジャガーメイル最後方名称ベルーガです。さあ前はシルポードが飛ばしていきまして、残り 1000m の標識を通過していきます。さあ 1000m は56秒後、これは早い。リードは5馬身6馬身取っています。2番手ビッグウィーク、そして3番手アクシ、3番手アーネストリーが外目、3番手の位置になりまして、さあ前を睨む形、内は4番の栄新フラッシュが続いていきまして、さあここの2頭が並んでいます。その後ろミッキードリーム、ローズキングダム、そしてブエナビスタはその後3馬身ほど後ろ、さあ前とは10馬身以上離れた中段グループ、直線コースに入りました。さあシルポート先頭、シルポート先頭、リードは3馬身。2番手栄新フラッシュ、ビッグウィーク、外から接近するのはどうか、ミッキードリーム、トゥザグローリー、ブエナビスタはまだ内をついて3、4番手の一戦だ。さあ先頭栄新フラッシュに変わる、栄新フラッシュに変わる、外からトゥザグローリー、外トゥザグローリー、当選上段、内を狙ってブエナビスタ追い込んでくる、間を狙ってダークシャドウ、外からペルーサ、先頭は当選上段、当選上段、先頭ダークシャドウ、当選上段、2頭争い、ペルーサが3番手、ブエナビスタ3番手争い、当選上段ゴールイン、当選上段、ニコラピンナ当選上段。